バスケ屋さんぞ、どうもママです。さあ今日の動画はディロン・ブルックスということでですね、最近ヴィラン感半端なくない？彼今現在 NBA で最も嫌われてるプレイヤーかもしれませんね。試合中の煽りや危ないプレーがちょっと最近は多すぎてですね、なんと試合後のユニフォーム交換を今日は帰りに無視されるというですね、前代未聞の事態に。とりわけウォリアーズとのライバル関係から一気にそのダーティープレイヤー味がまあ出てきて、ちょっと危なすぎるんだけど、実は彼には彼で今年かけなければいけないある理由がありまして、張り切っちゃってるんですよね。つい先日僕の友達のアンディ、TikTok でねめっちゃ有名だと思うんですけど、アンディとクリスと俺で3人で旅行にね鹿児島行ってきたんですよ。その時行きの空港でアンディが、いやバンバー俺ディロン・ブルックスマジで嫌いだわーって言ってきて、まあ彼ミネソタファンですから、昨年のプレーオフでねウルブズはグリズリーズにボコられてるから、それはまあ理解できるんですよって言ってたんですけど、顔がね、えお前ディロン・ブルックスに似てねってなって、いや似てねえよって言ってたんですけど、えちょっと当てはめてみようぜっつって当てはめたら違和感なくて、ずっとあの旅行中いじられてたんですけど、ディロンディロンっつって。シャラトゥアンディね、 TikTok フォローしてあげてください。今日はウォリアーズに毎回突っかかるディロンが越せるか、ウォリアーズの4個のリングにちなんで4000いいねをこの動画では目指していきたいと思います。では、1996年1月22日、ディロン・ブルックスはカナダのオンタリオで生まれました。子供の頃から地元のジムでは悪名高かったディロン。彼は常にトラッシュトークし、ファールに抗議しているジムで一番うるさい男として地元では有名だったそうです。ただそのバスケに対する情熱は誰もが認めるほどであり、同級生との試合では物足りずに6歳上の上級生にバスケでチャレンジしていたディロン。生意気なやつとして見られ、上級生にフィジカルで負け、リスペクトを見せろと言われたこともあったディロンですが、年上というだけでは尊敬しないと言い返し、上級生にも屈しませんでした。高校の頃に成長期が訪れ、196センチまで身長が伸びたディロンは、U18 のカナダ代表でのパフォーマンスで名を上げ、アメリカの大学からスカウトされるようになり、ディロンはオレゴン大学へと進んでいきます。オレゴン大学での3年目のシーズンには、ロンゾボールが率いる無敗の UCLA を相手に、最終第4クォーター残り4秒1点ビハインドの状況でペイトン・プリチャートからパスを受け、ディロンはゲームウィニングショットとなる3ポイントを沈め、 UCLA にシーズン初の黒星をつけるなどして、この年マーチ・マッドネスでもオレゴン大学はファイナル4にまで進んでいきました。大学の頃のインタビューでは、 NBA ではどのようなプレイヤーになりたいかと聞かれ、ドレイモンド・グリーンのようなプレイヤーになりたいと答えていたディロン。ドレイモンドのようにそのディフェンスでのポテンシャルを NBA のスカウトからも買われていたディロンですが、彼と同じくディロンは必要以上にプレー中に熱くなってしまうことがあり、大学時代からそのラフプレーやトラッシュトークで知られ、とりわけ有名になったのはそのフロップ。飛ぶね。これバスケ史上最高のフロップと言っても過言ではないかもしれません。そんなディロン・ブルックスは2017年の NBA ドラフト2巡目45位指名でヒューストンロケッツにドラフトされ、ドラフトでトレードでメンフィス・グリズリーズにやってきました。 NBA でも変わらずハードにプレーし、相手に突っかかっていったディロンでしたが、 NBA 入り当初はそこまで彼が話題になることはありませんでした。そんなディロンが NBA で最も嫌われている選手に、そしてあなたの好きな選手が一番嫌いな選手と呼ばれるようになっていったきっかけは、ウォリアーズとのライバル関係にありました。6シーズン目となる2022-23年のシーズンに、ディロンはドレイモンドについて聞かれると、ドレイモンドが好きではない、ゴールデンステートとそれに関する全てが好きじゃない、ドレイモンドが他のチームにいたら誰もドレイモンドのことを知らないだろうとコメントし、大学の頃はドレイモンドのようなプレイヤーになりたいと言っていたブルックスに一体何があったのでしょうか。2020-21年のシーズン、グリズリーズは9位シードでプレーインに出場し、10位のスパーズを倒すと、8位の最後のプレーオフスポットをかけ、ゴールデンステートウォリアーズと一発勝負のプレーイントーナメントで対戦。そしてオーバータイムに及ぶ死闘の末、グリズリーズはウォリアーズをアップセットし、ジャーモラントの世代になってからグリズリーズは初のプレーオフに進出していきます。そして破竹の勢いでプレーオフに進んだグリズリーズのエンジンとなっていたのはディロン・ブルックスでした。この年リーグ首位となったユタジャズとのプレーオフゲーム1でブルックスは両チーム最多の31得点をスコアし、敵地でいきなりジャズに勝利。この2021年のプレーオフでブルックスは平均 25.8 得点、フィールドゴール 51.5%、スリーポイント 40% を記録。ジャーモラントに続きプレーオフでは頼れるチームの2番手となっており、
ジャズには1勝4敗で敗れたものの、このシーズンまでレギュラーシーズンでは1試合平均得点が20点に届かなかったジャーモラントも同時にスーパースターへの階段を上り、2021年のプレオではモラントは平均 30.2 得点、8.2 アシストを記録。前世紀のデリック・ローズのような超攻撃型のポイントガードであるジャとディフェンスのブルックス、リーグナンバーワンのバックコートになるポテンシャルを見せたこの2人。僕もこのプレーオフを見て、ディロンは近々確実にリーグでも有数のシューティングガードになるなと思っていました。実際にそうなっていた未来も全然あったと思います。しかし翌シーズン、ディロン・ブルックスは怪我を負い、シーズンの半分以上を欠場。そしてディロンの欠場中に覚醒したのがデズモンド・ベイン。スリーポイント 43.6%、 そしてディロンの欠場中にはオフェンスでもステップアップし、一方のディロンは前年のプレーオフが嘘のようにスリーポイント 30.9% とスランプに陥っていました。ディロンが尊敬していたドレイモンドはキャリアの初め頃、常に自分より上のデビッド・リーというスターフォワードがチームにいたため、大きな役割を得ることが難しかった中でリーに怪我があり、そこからドレイモンドはチャンスをつかんでリーを超え、リーが帰ってきた後もスタメンとなりオールスターになっていきましたが、ディロンはその逆でオフェンスの中心となるジャーの絶対的なバックコートメイトは、ディロンが怪我している最中にリーグトップクラスのシューターとなったデズモンド・ベインが務めることに。僕はベインがいない世界戦のディロンを結構見てみたかったんです。多分ジャズとのプレーオフで25得点平均した時みたいにシーズンでも20得点超えできるガチガチのスリアンドディになってたと思うよ。とはいえディロンはベンチに下がることはなく、その体格があるため小さめのスモールフォワードにコンバート。オフェンスは少しベインに譲ったものの、さらにディフェンスにフォーカスできるようになり、ここまでずっと相手選手に突っかかってきたディロンですが、この出来事もあり、さらにディフェンスにプライドを持つようになったディロンは、このシーズンから特にラフプレーや相手のメンタルを乱すトラッシュトークに拍車がかかった感があります。翌年 2021-22 年のシーズン、グリズリーズは本格的にウエストの強豪チームとなり、レギュラーシーズン中ウォリアーズとの最後の対戦で勝利。そしてこの試合後のディロンの発言が大きな注目を集めることに。このシーズン、アンドレ・イグダーラはメンフィス・グリズリーズに在籍していましたが、なんとイグダーラはメンフィスでのプレーを拒否。当時36歳を迎えようとしていたイグダーラとしては、残り少ないキャリアの1年を再建中のグリズリーズで過ごしたくないと考えた結果の行動であり、イグダーラは結局ウォリアーズに戻るとすぐさまプレー。これはディロンやグリズリーズからすればチームメイトとして最低の行為。ディロンはまだ一度も優勝していないのにもかかわらず自分たちが王朝を築いているといったブルックスの発言は大きく取り上げられることに。しかし前後の文脈がなく、ここだけが切り取られがちなダイナスティ発言ですが、これはこれから強くなっていく自分たちを見限り、ウォリアーズに戻っていったイグダラに対する発言でした。この年2022年のプレーオフで、グリズリーズはウルブスとのプレーオフファーストラウンドを4勝2敗で突破すると、セカンドラウンドでイグダラのいるウォリアーズと因縁の対決。このシリーズの最中、ディロンはウォリアーズの守備の中心選手であるゲイリー・ペイトン2世のトランジションを止めに行く際、危険なファールをしてしまい退場に。結果ペイトンは肘を骨折、プレーオフでの復帰が当時絶望的となってしまい、ディロンはここから一気にダーティープレイヤーとして批判を集めるようになってしまいます。ゲーム6にウォリアーズが勝利し、2勝4敗でグリズリーズのシリーズ敗退が決まった後、ディロンはロッカールームまでペイトンに直接謝りに行き、ペイトン本人も骨折が分かった後でも怒ってはいなかったそうで、2人の間では済んだ話と発言していましたが、ファンやメディアはディロンを決して許しはしませんでした。このシーズンから本格的にウォリアーズとのライバル関係が始まり、ディロン・ビラン・ブルックスもまた本格的に始まっていきました。2022-23 年のシーズン、キャバリアーズとグリズリーズの対戦でディロンとドノバン・ミッチェルが乱闘になり、2人とも退場処分を受けることに。ルーズボールを追いかけていた際、フロアに倒れていたブルックスが意図的にミッチェルの股間に肘を入れ、これにはミッチェルも激怒。試合が終わった後でもドノバンの怒りは収まらず、あのミッチェルが強い言葉でディロンを非難しており、ミッチェルのチームメイトであるリッキー・ルビオの激しく戦うことと汚いプレーは別だという言葉通り、熱くなりすぎてバスケ以外でのプレーが増えてきてしまったブルックス。リーグで最も好かれている選手の一人であるマイク・コンリーにもディロンは突っかかっていき、実はコンリーとディロンはグリズリー時代の元チームメイト。
その頃コンリーはブルックスのことを味方につければ最高で敵に回せば最悪だと彼のことを褒めていましたが、2021年のプレーオフでジャズに移籍したコンリーとマッチアップしたディロンは終始コンリーにトラッシュトークを仕掛けており、それにものともせずスリーを決め返したコンリー、元チームメイト同士リスペクトがある上で熱くなる瞬間はありますが、あのコンリーがトラッシュトークしており、次のポゼッションでもコンリーにフラストレーションをぶつけたディロン。2022-23 年のシーズンにはコンリーとルーズボール争いでフロアに倒れ込むと、その後コンリーをアイバーソンのようにまたいでいき、それにはとどまらずコンリーのウルブズでのデビュー戦、ジャンプボールを狙いコンリーを突き倒し倒れ込むなど危ないプレーが目立ちました。そしてウォリアーズとの因縁は続いており、クレイ・トンプソンはディロンのディフェンスをかいくぐりジャンパーを決めると、フロアに倒れるディロンを挑発。クレイはテクニカルファウルを取られますが、ここまで熱くなるクレイは珍しく、ディロンの対戦相手は毎回かなり怒っている模様。乱闘やラフプレーでは話題になるものの、ディロン自身今季 2022-23 年はかなり精彩を欠いており、シュート成功率は4割を切り、平均得点も昨年より落ちているという有様。グリズリーズはウォリアーズとのシーズン中4度の対戦のうち、ゴールデンステイトホームで行われた初めの2試合に敗北。ドレイモンドともバチバチにやっており、メンフィスのホームコートでの対戦を前に、ドレイモンドについて聞かれたディロンは、ドレイモンドが好きではない、ゴールデンステイトとそれに関する全てが好きではないと発言。ドレイモンドは自身のポッドキャスト内でブルックスにアンサーを返し、 I quite frankly wouldn't like a team that beats me all the time either. Quite frankly, you were a little kid in high school watching us win championships. Should be happy that you even witnessed that. You're a fan.メンフィス・グリズリーズが優勝できない理由はここにいるバカのせいだと、ディロンをディスりにディスったドレイモンド。マシンガン・ケリーとエミネムの関係のように尊敬していた選手に突っかかり、そして痛烈に批判されたブルックス。このドレイモンドの発言以降初のグリズリーズとウォリアーズのマッチアップは大きな注目を集めました。そして3月のグリズリーズホームでの対戦、ディロンはドレイモンドに一歩も引かず、ドレイモンドの上からタフなレイアップを決め、お互い乱闘になる直前になっており、この試合ディロンとグリズリーズはウォリアーズにホームで勝利。試合後のインタビューでは、この敗戦後ドレイモンドはインタビューの中で、Rivalries are created by you win, I win. Clearly we won four times and I think their organization has zero championships, so I can't consider that a rivalry.と発言。面白いことにこの発言後すぐにメンフィスとゴリアーズの対戦があり、この試合でブルックスはディフェンスで素晴らしい仕事をし、怪我から復帰以降一度も20得点を切らなかったステフィン・カリーをなんとわずか16得点に抑え、ウォリアーズとのレギュラーシーズン最終戦に勝利。この試合ではベンチにいるクレイ・トンプソンにトラッシュトークをしまくり、クレイは黙って1-2-3-4と4回の優勝を意味するジェスチャーで返します。試合後にクレイはディロンについて、引退した後誰もあいつのことを話す人はいないだろう、断言するよ、今はいいだろうが10年待ってみてと発言し、ブルックスはこれに対して、ゲーム6クレイとあいつは呼ばれているが、それはゲーム7じゃあいつはゴミだから、彼らの頭の中に俺は住み続けているよとコメント。ウォリアーズとグリズリーズはこれで今シーズン2勝2敗、もし今年もプレーオフで当たることがあれば昨年以上の熱い試合が見られそうですが、なんと本日のマブス戦でディロンはマブスのベンチを煽りまくり、ドレイモンド・グリーンと並んで今シーズン NBA 最多となる18個目のテクニカルファールを吹かれ、取り消されない限りは次の試合出場停止処分に。カイリー・アービングとも試合後ユニフォーム交換を試みますが、カイリーは自分のユニフォームは渡せど、ディロンのユニフォームを受け取りはしませんでした。紛れもなくリーグで最も嫌われている選手となったディロン。実はディロンは今年がメンフィスでの契約最終イヤーなんです。モラント、ベイン、 JJJ の3人のコアはもちろん、スティーブン・アダムズも残したいであろうメンフィス・グリズリーズですが、視聴者の皆さんはグリズリーズはディロン・ブルックスをキープすると思いますか？僕はメンフィスは延長しないと思ってるんです。そして意外とマブスなんかが狙ってるんではないかと思います。いいルカのボディーガードになってくれそうですからね今のオフェンスのひどさと乱闘騒ぎを差し引いても、そのタフなディフェンスが今シーズン以降もメンフィスの勝利につながるとプレーオフで判断できなければ、ディロンの言う王朝を築く前に
メンフィスも彼を出してしまうって可能性は十分にあると思っています。クレイの言う通り、10年後忘れ去られる選手となるのか、はたまた少し成長し大人になって本来のポテンシャルのある 3&D プレイヤーへと軌道修正していくのか。ディロン、今シーズン大注目ですよ。前回のブロニー・ジェームズの動画での MVP コメントはこちら。サワーボーさん、バンバンのびつきくんも応援してますこれは多分カイリーとか前の動画を見てくれた人のコメントかな。ありがとう。いつも僕が子供できたら伸びるにつきでのびつきって名前をつけたいって話してたんですよ。いやー嬉しいね、覚えててくれて。そう、前回はね、課題評価ずっと父と比べられてきたブロニーについて話したんだけど、ぜひその動画もねチェックアウトしてみてよ。コメントありがとうございました。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。今日のね、ディロン・ブルックスみたいにこれからもユニークで皆さんがまだまだ知らないね、ような選手を取り上げていこうと思うので、ぜひこれからもね、チャンネル登録で応援してくれるとすごく助かります。よろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。